ストッピングによる遮る方法と、あるいは攻撃によって遮る方法があります、はい、で例えば相手がですね、一例としてここを蹴ってくる場合がありました。こういうのありますね、はい、それを例えばですね、受けてから蹴るっていう方法もあるんですが、はい、こういう止めちゃいます。あで、ジー君は靴を履いてますから、はい、止められるだけでかなり痛いですね。はあ、あるいはカウンターになるわけですね。相当痛いです。もう一回蹴りに近いですね。こっちで止めます。なるほど、ね、例えばですね、まあ、ここに蹴ってくる場合、おお、いきなり合わせちゃう場合ですね、攻撃によってストップする場合、はあ、あるいは奥足で例えばこう蹴ってくる場合、これをですね、こう受けてからこう行くのもあるんですが、はい、正面向いた時ですね、カウンターで横蹴りを入れる、あるいは避けた時ですね、相手が崩れますね、はい、そこをですね、おお、迎撃したわけです。な、でも例えばキックが来た場合ですね、金的、あ、そうか、これで終わりです。シンプルですね。カウンターで一発です、ね。まあ、前によって使う武器も変わるんですが、はい、例えばパンチが来た場合、目つきですね。あ、でこれ三角形の辺を通ってきますから、はい、私は中心を出しますから、ちょっと早いわけです。はあ。そうなると。あ、で 彼がですね、もしそれを受けた場合、はい、こういうんですね、あ、あ、うわ、早い、この場合もあります。コンビネーションってことですね。ここからですね、あの練習する方法があるんですが、こういく場合ですね、はい、あるいはこういく場合ですね、こういく、あ、相手の手を全部制御しちゃうんですね。そうですね、こうですね、はあ、はうわ、もうこれ避けようがないわけですね。そうですね、払われちゃうから、あ、で、あ、こういう、あ、あるいはですね、こうやって固めておいて、そこから西洋式のボクシングに行く場合もあります。 あるいはグラップリングですね。あ、おお、で、こういう場合も、腕主義、あ、そうですね、早い早い、もう見えないですね。これちょっと合わせてやってみるとですね、はい、はあ、こんな感じですね。今のはですね、あるいはタックルですね。こんな感じですね。はあ、あら、急所という急所を一瞬にしてまとめて攻撃する恐るべきジー君道。スローでもこの速さ、最後は受け身を取らさず脳天を地面に叩きつけた上とどめを刺す、容赦なし。よしよしよし、このトラッピングっていうんですか、あれブルース・リーが映画でもやってましたよね。そうですね、あの受けてもやられちゃうっていう、あそこちょっとゆっくり 見させていただけますかね。まあいっぱいあるんですが、こうやってるパターンとですね、あ、こう、あ、こう、お、一番最初にちょっと見せていただきます、ゆっくり、あ、一番最初、こう、ちょ、だからそうですね、それでこう、あ、これ見てください皆さん、こっちの手がこれで押さえられてるんですよね。そうです、だから防御できないんですよ、こっち側は。だからこっからですね、こういうふうに行ってもいいですし、ボクシングに行ってもいいです。だから こっちの人がここをこっちへ出すより出す前にやられちゃうってことなんですね。そうですね、パパパ、あ、まあ、行きたいけど手はこの辺で割ってるってこと、ね、もちろんこの使える時使えない時がありますので、はい、使えない時はどんどん違う技に変わっていくんです。まさに水のように。そうするとあのインスピレーションとかそれからスピードとかが豊富な方が勝つということですよね。そうですね、それプラス理論で、例えばですね、リードパンチ、あのバンナ選手も、はい、雪出選手も強い方が前に出すので、はい、大抵は奥に置くんです、はい、でジャブの場合これ当たります、はい、私がカウンター取る場合横拳の場合ですね、私のも当たりますけど彼のも当たります、はい、ブルース・リー先生は強い方を前に置いてさらに縦拳にしたんです、そうするとですね、相手のパンチはこれでインターセプトできながら、まさに、ね、クロスカウント、こうですね、あ、縦拳で、縦拳、横剣にすると両方当たっちゃうんです。あ、なるほど。縦剣にすると私のだけが当たるんです。あ、そういう理論に基づいた技をなるトレーニングしてたんですね。なるほど。 あとあのフィンガージャブっていうのを教えてください。フィンガージャブはですね、先生が得意なんです。まあ練習法としてはですね、もうこの中、このエコノミーラインというんですが、はい、一番最短の距離を通すんです。で彼がですね、もうまさに打とうとした瞬間打つわけですね、はい、こういう感じで、うわー早い。しかももう向こうはグーで来てるのがもうこの指先で行くから、 そうですね、その分長いんですよね。しかも最短距離中心取ってますから、でパッと目、もうね、目はね、もうボブサップだろうが、
マウンテンゴリラだろうが。ゴリラでも触れるだけでもね。そうです、もう片目ちょんとやられるだけでもこうなりますから。ああうわってなりますから、ね、そっから次の技に行けるわけです、ね、最後に僕ちょっと一つ見せていただきたいのがあるんですけども、はい、バックを取られた時に回転して足を取るやつ、よくご存知です。足音ですよ、あれ足音なんですか。ああでもそれちょっと見せていただけますか。いいですよ。バック取られた時すごいのよ、はい、バック、まあ、ここ取られます、はい、そしたらこうこれで終わりなの。そうです。いや、これ勝ってんのよ、これバック取られたのに。これはシュートです。はぁ、まあ、シュートはですね、白いのが一発ですね、左に左で構えて、こう構えて、はい、ここからですね、はい、あれあここで同じ体勢になります。これ、あ、決まってるんだ。多分でもブルース・リーさんも同じようなことは多分やってそうですね、考えてたんじゃないですかね。そうでしょうね、素晴らしい。